平成25年12月7日王子スタジアムにて X リーグウエストディビジョン2対ディビジョン3の入れ替え戦、大阪ガスカンクス対セリオスタンディングベアーズの試合が行われます。試合は11時10分キックオフ予定です。パス2番から87番ターゲット、これをセリオ91番がインターセプト、ターンオーバー、攻守交代。リターナー11番、ボール前1ヤードでボールデッド、攻守交代。これをセリオパントブロック、それがエンドゾーンを越えましてセーフティー、セリオ2点先制、ディフェンスの得点になります。1番、11番これをパントさえ損ねる。QB キープ、オフタックル駆け上がる。テールバック持たす、中央7番、フォーツウェイン、ファーストダウン。テールバック持たす、しかしこれはゲインが2ヤードから3ヤード、ファーストダウンに至らず。パス15番、右へロールアウト、パスが成功、ターゲット80番、ショットガン右タイト左スロット、パス15番から80番へのパス成功、キャッチアンドラン、大きいゲイン、ファーストダウン。ピッチパスキャリア3番、右オープン展開、大きいゲイン、ファーストダウン。オプション3番がオープン展開、タッチダウン。キック失敗、6点、セリオスタンディングベアーズ8点、大阪ガス0点。テールバック持たせる、中央突破、ファーストダウン更新。テールバック7番、右オープン、オフタックル、大きくゲインし、ファーストダウン。テールバック7番、中央突破、タッチダウン。同点を狙います。プレイアクション2番、しかしこれは失敗、トライフォー失敗。大阪ガス6点、セリオスタンディングベアーズ8点。パス15番、スクラム、ここにはキュービーサック、このファーボールは相手がファンブル。パス15番のロックバック、しかしこれを大阪ガス8番インターセプト、ターンオーバー。パス2番、流れる、レシーバー87番コール、
スローバックが通って大きくゲイン、ファーストダウン。プレーアクション2番、88枚のパスは成功、タッチダウン。パス15番、ターゲット3番、成功、しかしアウトバウンド。ここで、前半戦終了になります。大阪ガス12点、セリオ8点。スクイブキック、22番キャッチリターン、中央抜ける、ハーフウェイラインまで返し、攻撃権獲得。パス15番、ターゲット80番、成功、約9ヤード。パス15番、キープ80番、パス成功、タッチダウン。右タイと左スロットのワンバックショットガン。パス15番、ターゲット3番、成功、ファーストダウン。持たせて中央47番、大きいゲイン。パス15番から16番、パス成功、約7ヤードゲイン。パス15番、流れるが QB サック。セリオリターナー22番、ファントバシャン、ファークで超えた。ボールは大きく転がる、約相手陣1ヤードから2ヤードで攻守交代。フックレンジ42ヤード。キックはショート成功、左スロットのワンバックショットガン。持たせてミオタック47番、レポートが次ファーストダウン。持たせて右をタックル47番、あー、これをボールファンブル、ターンオーバー成立で攻守交代です。 QB 右をタックル上がる、よっしゃ、キックはショート不成功。11番キャッチ、しかしこれをバスターがナイスタックル、35ヤードの金額を成功。プレーアクション2番、ディープを狙う、しかしパス成功、ギャンブル失敗、攻守交代。試合残り2分35秒、ボールをここでファンブル、これを大阪ガスがリカバー、そのまま足抜けタッチダウン。右スロットのワンバックショットガン、15番からターゲット80番のパス成功、ファーストダウン。15番、パス、このパスはキャッチ、80番パス成功、19ヤード。15番から40番ドロー、47番がラン、約7ヤードゲイン。試合残り1分6秒、スナップ15番、パスは、大阪ガス22番がインターセプト、ターンオーバー攻守交代。2ダウン、
このまま時計が進んでいきます。試合終了。大阪ガス18点、セリオ14点。大阪ガス勝利で大阪ガス2部残留、セリオ3、2部昇格ならずです。